い、皆さんこんにちは、ウェブじいさんです。今回は65歳のじいさんが弾丸バスツアーで富士山に登ってみたがこれはしんどいパート2ということでですね、富士山登山について案内したいというふうに思います。前回パート1では富士山8合目の岩祖室という山小屋に到着するまでの内容でございました。でですね、その右太ももこちらの痙攣で幕を閉じてしまったのですが、もう痙攣をね起こしてからは動画撮影なんてまあ余裕はありませんでした。もう悲惨なもんでした。痛いだけでしたね。ですね、今回はですね、下山山下っていく途中、若干トラブルはありましたが、その後、貴重なちょっと乗馬体験これいたしましたので、この辺のお話をさせていただきたいと思います。他のメンバーはですね1時半に起床なんですけども、私ら4時半まで休めました。日の出は5時16分ですけども、もう辺りは朝焼けが始まってますね。オレンジ色がとっても鮮やかです。綺麗ですね。気温はね、10度前後なんですけれど、ちょっと頬に当たる風が冷たいですね。山中湖もね、はっきり見えます。そして、雲の上にいるということで、なんかちょっと感慨深いものがありますね。数時間お世話になった山小屋、岩祖室です。寝ただけでね、山小屋内をほとんど見てないんですけどね、はっきり言ってね。先ほどよりね、少し風が出てきたでしょうか。風速5、6メートルくらいかなというところなんですが、日が昇り始めてます。朝焼け雲ですね。雲はあるんですけどもね、それはそれでとっても綺麗です。ピンクと青のコントラスト、オレンジとグレーのグラディエーション、もう綺麗以外の言葉が出てきません。上を見るとですね、もうすっかり辺りが明るくなってますね。この火山灰の茶褐色の色、これもですね、なんか富士山を感じさせてくれます。海抜3250メートル、今回残念ながら頂上へは行けませんでした。ちょっとね、カッコくらいはねつけさせていただきます。気づけばですね、下の方も朝日に照らされて、姿を現してました。いや、高いところにいるんですね。
下山開始です。ハイペースで。やはりね、足が回復していません。まあ、一歩歩くたびにですね、痛みが走ります。まあ、相方はですね、軽快に歩いていきます。体力ついたね、ほんと。7合目から6合目まで、ずっと火山灰の道、なんかブルドーザー道みたいなところを下っていきます。もうこの辺りはね、もう痛みピークです。もう結構辛いですね。ちょっと辛かったです。いや、もう相方がね、もう少し歩いたら止まってくれてね、もうありがとうね。もう私がね、ペース乱しまくりです。荷物運搬用のね、ブルドーザーとすれ違ってですね、まあ、もう少しで分岐なんですけどね。なんという幸運なんでしょうね。 6.5 合目付近にですね、富士吉田市乗馬組合、ここの、馬がいました。体験型で、うん、この馬なんていう名前ですか。藤丸。いや、本当ね、藤丸くんに乗れないとね、もう本当救助要請しなくてはいけなかったかもしれません。もう大変でした。いやね、あの馬から見る景色もね、まあ、ちょっとね、気恥ずかしさっていうのもありましたけれども、まあ、なかなかいいもんですね。ちょっとね、脇道で入るんでね、びっくりしました。馬道ホースロード。馬を引いてるのが、モンゴルの方ということでね、ちょっと答えはね、いただけませんでした。いや、もう楽です。早いです。もう6合目に着きます。まあね、こんな体験もできないですからね。まあいっか。まあ、普通にね、歩いて下山してると、もう景色よりも足元にですね、目がいっちゃいますけれど、
まあ、景色はね、馬だと十分に楽しめます、堪能できます。正面の山は南アルプスですかねってこんな感じでゆっくり降りれます。6合目に到着しました。おやおや、何か事件ですかね。ボロボロですか。まさにうんちタイムのようです。石畳でですね、パカパカいう蹄の響きですねっていうか、おいおいおい、すいません、お先です。ロックシェルターの中ですね、蹄の音が響きます。馬の背中でないとですね、見れない雄大な景色です。もうすぐ富士山登山口、吉田ルートの入り口に着きます。登山道吉田口5合目入り口です。皆さんすんません、すんません。なんだかちょっと気恥ずかしいです。さっき乗馬するときに、ね、こうあんなに騒いでいた相方なんですけども、うまく乗れてますね。様になってますよ。はいはい、ゴールが見えてますね。自分でね、歩いてないのは残念なんですけどね、まあ、でも、貴重な、体験がねできました。スタート地点、富士スバルライン5合目です。お疲れ様でした。
振り返ればね、富士山、今度はね頂上まで行きたいと思います。南アルプスがね一望できます。バスはね10時に出発しました。キロへ着きます。富士宮方面からの眺めです。やっぱ雄大ですね。富士宮富岳の湯というところでお風呂と食事です。もうそろそろ富士山は秋を迎えますね。というわけでですね、恥ずかしながら最終的には、馬で降りてくるというね、もうちょっとこんな恥ずかしい、こんな感じの、富士登山でした。まあ最初にも言いましたけれど、夕刻からですね、富士山を登るということは、これはやっぱ弾丸ツアーすぎます。弾丸登山よりちょい増しっていうくらいのもんです。もう 7,8 号目のね、岩場、これをねヘッドライトで行くっていうのは年寄りにはこれはもうリスクが高いです。休憩も、山小屋で 2,3 時間ということなので、短いものなのでですね、参加者の中に、お母さんと小学生の娘さん親子がいたんですけれど、やっぱり、睡眠時間が1時間ちょっとということもありましたので、やっぱり娘さんがきついと言って、8号5尺のところでですね、ご来光を拝んで下山したということです。いやもう本当にね、若い人とか、体力のある人、これはもう格安でいいんじゃないかなと思いますけども、これはもう決して悪いとは思いません。で、名古屋発ということで夕刻登山開始なのかもしれませんけれど、例えばね、クラブツーリズムさんなんか、クラツーさんなんかはですね、お昼から登山をして、夕刻に山小屋に到着、そしてゆっくり休めるようです。翌日のねご来光は山小屋から拝んで、もう日が出てから山頂に行くと、そして体力があればお鉢巡りしたりするそうなんですけども、そこから下山なんですね。そして、バスは午後発ということなので、時間も十分余裕があります。やっぱりね、こちらの方が、私には合っているのかもしれません。年寄り、60歳前後の方がね、富士山に登る時にはね、やはり注意していかないといけませんね。これはちょっと今後の反省点かなというふうに思いました。でですね、このこの辺のところをまとめますとね、はい、このようになります。まず1番目、もう個人でも、ツアーでも午前中あるいはお昼頃のスタートに行程にしておくということですね。夕刻出発の場合、ヘッドライトで岩場を登らなくてはいけません。もう先が見渡せないという状況の中で、運動神経がね、落ちたおじいさんにとってはね、体力削られ、時間も消費する、もう結果としてね、山小屋 の到着時間、こちらの方が遅くなります。もう休憩時間がねなくなります。で2つ目、団体でね動くとき、もう遅れるようであれば、もうメンバーさんを先に行かせるということが重要ではないかなと思います。3つ目、リタイアっていうのは恥ではありません。恥と思わないでください。もうリタイアしないとかえって周りに迷惑をかけてしまいますので、そこのところはもうリタイアを恥と思わないでください。4つ目、下りはねやっぱり膝周り、こちらの方の痛みが出やすいので、もう歩けるからと早く降りないように、やはり、ゆっくりゆっくり降りていきたいというふうに思います。で、5つ目、漢方暴風通商酸エキス、これはすごい。もうね、前回も述べましたけども、膝の痛み、痙攣とかね、
こういったとこにはですねすごく効果があります。もうすぐにね即効性があるので長くは続きませんけども、まあちょっと痙攣したな足がつったなっていう時には試してみるといいかなと思います。6つ目です。これ重要かと思うんですけども、なるべく、7月初旬に富士登山は行った方がいいです。まあ、7月1日が、富士山の開山ということで山開きということなので、7月1日はね日の出がね4時半ぐらいなんですね。そして、日の入りっていうのが、まあ、19時ぐらいですかね。でこれがやっぱり、9月1日になると日の出が5時15分、日没が6時10分くらいということなんで、やっぱり1時間半くらいもう太陽の出ている時間が違うので行動しやすいということになります。まあその辺をね、まあ今後の山歩きの参考にできたらなというふうにも思ってます。前編後編とですね2部構成でジジイの、まあ富士山登山を紹介していきましたが、まあ、参考になりましたでしょうか。無理な登山は絶対にやめましょう。まあ、このツアーでもね弾丸と思うのに、もう夜出て御来光を拝んでっていうような弾丸登山、これはね絶対にやめた方がいいです。みんなに迷惑がかかります。ではまたお会いしましょう。ウェブGさんでした。さようなら。